でけえ。どうも、グラチンです。今回はこちら、でかいゴジラ進撃大戦からゴジラアース、この大きさですよ。こちらゴジラ進撃大戦の特大バージョンになるんですよね。では早速開けようか。尻尾だー、でかゴジラアース、でかすぎる。なんか早くも部屋の中がそびくさい。そして説明書と、これガムが1個、まあ食玩だからね。前回のゴジラ進撃大戦のゴジラと比べてみると、はい約6倍あるんですよね。で、この6倍っていう数字が重要で、前回のこちらのゴジラフィリウスが身長50メートルなので、その6倍は300メートルですよね。なので実際の比率なんですよ。まあ実際はね、300メートル以上って言われてるけど、これぐらいの比率があるっていうことですよ。はい、いろんなフィギュアと比べるとこれぐらいの大きさの違いがあります。はい、もうね、おかしいです。もうこのデカさ分かりますよね。はい、モンスターアーツでだいたい膝までって感じですね。で、フィギュアの高さは50センチで、幅はだいたい90センチぐらいになってます。このゴジラアースっていうのは、地球から人類を追いやって、地球上の生態系のトップに君臨している生物なんですよ。だからゴジラアースっていう名前なんですよね。で、この姿は、一度地球から出ていった人類が2万年後に戻ってきた時の姿なんですよね。だからこいつは2万歳なんですよ。おじいちゃん。はい、持つとこんな感じ。でか。もう大型犬だよこれ。犬だよ。顔も犬っぽいしさ。うわ、ただ素材は PVC なので軽いです。うん、非常に片手でもね、こんな感じで持てます。あ、なんかちょっとギター感もあるね。ではね、近くで見ていきたいと思います。はい、まず顔。いやー、いいね。ゴジラアースの特徴、ここのヒゲみたいな突起があるんですよね。通称ヒゲゴジなんて言われてますけど、ヒゲがありませんもんね。これですわ。これですね。下の色も黒ですね。犬みたいだな、本当に。ここに微妙に分割線みたいなものがありますが、そこまで気にはなりません。目はですね、青目の中にわずかに白目があるのがわかりますよね。ゴジラの意志みたいなものが感じ取れます。優しい顔立ちをしてますね、前から見ると。横顔めっちゃかっこいい。この筋がたまんないよね。うわー、ヒゲゴジだ。もうムッキムキじゃん、もう何これ。はい、そしてこの頭の突起。いやー、すごいリアルです。本当に植物っていうのが分かりますよね。苔みたいだもん。緑とちょっとグリーンっぽいのがちらほらありますね。本当に可愛らしい顔をしてるな。そしてこの胸、ムッキムキだよ。ここの筋肉もパンパンだよ。肩の筋肉もいい感じだよね。うわー、すげー。北斗の剣だ。ケンシロウだこれ。この色分けもいいですよね。うわー、すごいな。そして腕、パンプアップされてますね。こうやって大きいサイズで見ると、改めて人間のようなしなやかな手をしているのがわかりますよね。本当にゴジラ人間説っていうのはあるのかもしれないよね。手は4本なんだけど、本当に人間のようなしなやかな手をしてますよね。で、細かいんだけど、ここの筋肉、こんなとこに筋肉つくのか、教えてライトアップ。何これ、もうボコボコが激しすぎてボルダリングできんじゃね。そして足、素晴らしい。こんなに筋が綺麗に入れられてるとは。本当に改めてアニゴジって、なんか皮膚をベカって剥がしたような表面してますよね。ここに怒り筋みたいなね、線が入ってるのがいいね。なんかすげえな、本当に。バッタみたいだ。この膝がいいね。ボッコボコだ。はい、足ね。いやー、ぐわー、なにこれ。この色わかります？ちょっとね、足の色は違うんだよね。ここの色とちょっと違いますよね。いや、ここも微妙な色分けだね。ここの怒り筋マークがたまりませんね。本当に大木の木の枝みたいなものなのかな？筋みたいな。この辺の足のサイド部分はツヤがありますね。なんだろうこれ。っていう、ところどころツヤがあるのかな？全体的にあるというわけではなくて、この辺とかね、ツヤがあるのが分かりますよね。いや、すごい彩色。後方からのアングルもかっこいいよ。かっこいい。ではね、背びれを見ていきましょう。ワカメ感がすごい。おー、ワカメだ、ワカメ。一個一個こんな感じで曲がりますね。曲がるっていうか、ソフビだからね。なんか本当に、でかいだけじゃなくて、しっかり造形されていて、ベタ塗りじゃなくて、これわかりますかね。この辺の色使いすごいですよね。こことか微妙に青いラインが入ってたりとかさ、芸術品だよ。でかいわ、本当にワカメ背びれ。よいしょ。全体的なフォルムは同じなんだけど、筋肉の盛り上がり具合がこう、より誇張されてるというか、ムキムキ度がアップしてるんですよね。背びれから尻尾に繋がっていくと、この筋肉もソフビよりもよりなんか際立ってますね。やはりこの水色の塗装がアクセントになっていて、背びれに奥行きが出てるような気がします。そして尻尾の付け根あたりは、より水色のラインが濃いですね。尻尾の台座がついてますね。ここに置きます。ほい。
うおはぁ、尻尾は違いますね。ソフビだとまっすぐですもんね。ここは完全に新規造形かなと思います。こう尻尾をブンと振ることによって衝撃波みたいなソニックブームを出すんですよね。いやあれはすごかったね。素晴らしい造形です。やはり筋肉は大きくなってます。うん、いやすげえな。すげえものを見てる。尻尾はめちゃくちゃとんがってます。だってソフビの先と一緒ぐらいだからね。より細かく作られてるっていうのがわかります。はい、ちょっと恥ずかしいポーズを撮ってもらいました。足の裏に印字されてますね。ここはちょっとツルツルしてます。この辺の造形も抜かりないです。すごい。うわぁ、股間のあたりの突起具合がすごいね。なんか劇画タッチなんだよな、ほんのボコボコすぎて。あ、なんかね、説明書と一緒にクリアな下敷きがついてました。これは足の下にこんな感じで置いて、色移りがしないようにするためのものかと思います。左右の足と尻尾の台座の下、そして尻尾と。こうすることによって色が映らないようになってんのか。なるほど。はい、ということで、歴代のアニゴジをずらっと並べてみましたが、ほん、本当に王ですね。怪獣の王です、この大きさは。このサイズで2万円以下っていうのは特価だと思います。ただね、造形は本当に素晴らしいです。まあ、全体的にはソフビと同じ形なんだけど、筋肉とかがより誇張されててムッキムキで、アニゴジって近くで見たらこんな感じなんだろうなっていうのがわかります。いや、下からのアングルがね、めちゃくちゃ迫力あるんですよ。こんな感じで戦うのかな。人間が立ち向かう目線はこんな感じかもしれません。こんな感じでね、立ち回りながらゴジラを攻撃すると。いや、怖いわ、ほんと。ゴジラ、俺は貴様を。まあ、このゴジラアースは来月公開のゴジラ決戦増殖都市で活躍する予定なので、これを見てより楽しみになりました。というわけで、今回は最後までご視聴いただきありがとうございました。よければ評価もよろしくお願いします。それではまた、バイバイ。でかすぎるわ。でかすぎる。これでは歴代最強のゴジラの座が。俺も手伝うぜ。新ゴジラ。バーニンゴジラ。お前を倒すのはこの俺だ。ファイナルオーズゴジラ。私も手伝おう。俺も。俺も。僕も手伝う。みんな。俺も手伝う。失せろ。